ソレスノーマンにやらせてください。メグロレンと共演の今田美桜がゲストプレゼント対決にラウール、人間に渡すの初めて。女優の今田美桜さんが3月12日に放送される人気グループ、スノーマンの看板組、ソレスノーマンにやらせてください。ソレスの TBSK、日曜午後1時にゲスト出演する。映画、私の幸せな結婚17日公開で同グループのメグロレンさんと共演している今田さんは3月が誕生月で、 誕生日プレゼント選びのセンスナンバーワンの座をかけてメンバーが対決する。真の国民的スターであれば、女友達が喜びそうなプレゼントを選ぶセンスは持っているのが当然というのが対決の趣旨。メンバーは事前アンケートで相場と言われる約1万円の女友達が喜ぶ、ちょうど良い誕生日プレゼントを考え、それを渡すシチュエーションととっておきの素敵なセリフも合わせて提案する。今田さんはプレゼントを受け取る女友達を演じるのに加えて、 審査員として、プレゼント、セリフという2項目のセンスを審査する。